幸せの色じゃないよ。不幸じゃなくて幸せな感じがしないって言ったの。水色は悲しい感じがするもん。Thank you.
マンバ2号、クマンバ3号、4号はどこに行っちゃったんだろうね。し、クマンバ1号、大きな声で言っちゃダメだよ。どうやらあそこのお兄さんに愛想が尽きて出て行っちゃったらしいからさ。じゃあさ、クマンバ2号、慰めてあげようよ。そうだね、クマンバ1号、二人で力を合わせて。どうする？クマンバ2号、歌でも歌っとく？ほら、クマンバ2号、なんか気に入らないみたいだよ。し、クマンバ1号、強がってるだけなんだから、温かい目で見守ってあげないと。それはつまり、現実逃避ってやつだな。ああ、やっぱり神様っているんだ。神は何でも知っていて、良くない行為をした者に天罰を下す。神様、ありがとう。これで勝負も目が覚めるでしょう。捨てちまえ、そんなもの。とわり橋の上から鏡側にポイッと放ってやれ。お前のそういうところに未練たらしさが透けて見えてんだよ。してみたか。どっちでもいいよ。お前がしたい方にだよ。バカじゃねえの。でも俺だとは残ってた。何、お前にくれてやったものだからだろ。甘い幻想にすがってんな。昨日の梅のジュースさんのご紹介、今日のゲストはカナダさんです。すっげー、いよいよこの昼間のタモルの番組に出るようになったかな。あ、おい、おい、これ貼っといて。顔ちっちゃいね。あ、髪切った。久しぶり、3年ぶり。あー、なこったらないね。あー、ええ、過去への手紙の撮影が終わったのでちょうどいいかなって。勉強？何？音楽？ダンス？そう。どこ？ニューヨーク。ニューヨークに留学するタレント多いんだからな。ああ。ああ、スターばっかりだね。ちょっと小休止って感じですかね。いつまで？さあ。おじさんのことバカにしてる。いいえ、いつかな。自分で食べる力が戻るまでかな。
生放送だろ。ちゃんがダメになったら今度はカナタさんに踊ろうってのか。調子のいい野郎だな。そんなひどい裏切りにあってネオちゃんが戻ってきてくれるかな。頑張れよ。
かわいそうなのは私の方なのに。はい。何もしないよ。そうだね。